皆さん、こんにちは。はい。今日はですね、ちょっと、仕事の合間に、ちょうど3時ということでですね、3時のおやつに、ちょっと食レポをしていこうかなと思います。はい。立て続けに授業の動画をね、アップしていたので、ちょっと小ネタを挟もうということですね。はい。なんと、ね、パックンチョなんですけど、大きい、なんか大袋。なんて言ったんやろ、これ。袋には入ってる、なんかいっぱい入ってるやつが入ってたので、お、パックンチョやん、久しぶりやなぁと思って、ちょっと買ってきてみました。子供の時になんかよく食べてた記憶があるんですけど、めっちゃ久々やなと思って、つい手が出てしまいましたね。はい、パックンチョチョコ。なんかあれやな。小分けになってる感じなんや。で、なんかこれ。小分けになってて、なんか柄が300種類。300種類もあるんだよ。で、好きな絵柄を見つけてみようですって。はい。久々に、ちょっと、めっちゃ可愛いな、これ、絵が。ちょっと食べてみたいと思います。ちょっと待ってね。ちょっと待って、こういったらいいかな。逆にしよう。ちょっとこれ。どうしよう。逆にした方がいいか。逆にして。した方がいい。はい、では早速ね、ちょっと開けていこうかな。こんな感じですね。あ、そうそう。こんな感じの。そうそう、こんな感じ、なんか、三角パックみたいに、三角のパックになってますね。あ、せいはあれやな。小学校低学年ぐらいの時、給食の牛乳こんなんやった。こんな三角パックの。あ、はい。やったな、確か。まあ、形が、かわいい感じですよね。あ、じゃあちょっと、食べてみたいと思います。ちょっと中身を入れてみましょうか。ちょっるべきや。こんな感じか。ちっちゃかった。ちっちゃかったっけ。こんな感じですね。はい。これをちょっとカメラを持って。はい、開けました。中身がこんな感じ。あれ？どうやったかな？パックンチョってこんなちっちゃかったっけな。これなんか、何かな？なんかちっちゃく分かれてるから、ちっちゃいのかな？もうちょっと大きかったような気がするけどな。どうやろう？まあいいか。では、ちょっと一個食べてみたいと思います。これかわいいな。なんだろう。銘柄は、こんな感じ？一個食べてみたいと思います。こんなんやったっけな。こんなんやったか。
甘くて、美味しいです。なんか、え、なんやろ。なんか、チチボーロみたいな感じに、なんかチョコが入ってるような感じかな。ですね。まあ、うん、サクサクしていて、チョコが強く甘い感じで、とても美味しいです。でたまには、ね、こういうのもいいかな。はい、ということでですね、はい。また、毎度のことながらグダグダでしたけれども、はい。今日は、ちょっと、猫のものをによく食べたなぁという感じの、パックンチョチョコを食べてみました。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。